昨日さ、ルイネと一緒にさ、あの夜レベル上げしてたって言ったじゃん。ルイネが、まあ、今回ね初めてだって言うからさ、まあ、仲間意識をすごい持ってたんだよ。まあ、ルイネ一緒に頑張ろうねって思ったのは、ルイネのさ進捗がやばくてさ、進行度がマジマジ。もともとルイネゲームがさうまいから、そう、あのラミーとね同じ基準で物を考えてはいけなかった。なんかさ、ちょっとなんかこのなんだろう、マップをね今広げてるみたいなこと言ってて、今はさラミーもこれさ昨日よりほらマップ広がっとるやろ。じゃあラミーも行ってみようかなと思ってさ、ちょっとうろうろしてたの。それさ、すっごい難しくて、敵がめっちゃ強くてさ、無理、なんかすごい強いのがいるみたいに言ったら、ああ、それザコっすよって言われて。ルイネーすごーって。そう、FPS ね、すごい上手いらしいよ。ルイネーがさ、それザコって言ってるやつがさ、もうラミーにあまりにも強敵すぎて。そう、ザコっすよって言ってるのがもう、何回もしね、結局だってクリアできんかったもん。レベル上げたらとか言うけど、ルイネーその時初期装備だからね、ほぼ。ほぼ初期装備で、あ、ザコっすよ、つら。すごいよ、ルイネーはすごい。ナミもね、ザコなりの、ちょっと、戦いをしていこう。今度さ、ルイネーと一緒にさ、あの、マルチやるんだよ、配信で。そのマルチもちょっと昨日やってみたんだけど、ね、マルチが、まあ、そのホスト側に参加をするみたいな感じなんだよね。でなんかまあできることがまあ結構限られてはいるから、なんかボスを多分倒しに行くみたいな感じになると思うんだけど、まあね今の感じだとどう考えてもラミーのお手伝いをちょっとお願いするみたいな、そういう形になりそうな気がしますな。